グリーン軍はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万1362人であり、2000年の1万8974人から12.6%増加した。軍庁所在地はスノーヒル町であり、同軍で人口最大の町は国勢調査指定地域のモーリーである。グリーン軍は グリーンビル大都市圏に属している。グリーン軍は1663年にイングランドをチャールズ2世が直去した領域にあり、1710年頃にメリーランド、バージニア各植民地、およびノースカロライナの他部分から移ってきた者たちが最初の入植者だった。元々はタスカローラ族インディアンが住んでいた土地であり、1713年3月20日から23日、 タスカローラ族ハンコック州長の指揮下にマリスムア大佐が指揮するサウスカロライナの部隊及びヤマシー族インディアンと戦った。これは現在のスノーヒルの近くにあったネオヘルカトリデで戦われたものであり、タスカローラ戦争では最後の大きな戦闘となった。1758年、現在グリーン軍とレノア軍とされている地域はジョンストン軍から分離し、 植民地総督にちなんで、ドブス軍と名付けられた。クリーン軍は1791年に、ドブス軍北部が分離して設立された。当初は1777年から1798年まで、ノースカロライナ州州、ストム長官を務めたジェームズ・グラス号にちなみ、グラス号軍と名付けられていた。百九十九年、グラス号が、組用特許土地の汚職に絡んだことで辞任し、 ノースカロライナを離れた。その後、アメリカ独立戦争時に、ジョージ・ワシントン将軍の右腕だった、ナサニエル・グリーン将軍にちなみ、グリーン軍と改名された。軍庁所在地のスノーヒルは、軍内で最大の町、かつ、商業の中心である。その名前は、近くのコンテントに、クリークの騎士が白い差質出だったことから名付けられた。グリーン軍は、 地域の東部カロライナ自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は266平方マイルであり、このうち陸地265平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.18%である。グリーン軍は9つの軍区に分割されている。ブルヘッド、カーズ、フッカートン、ジェイソン、オールズ、オーモンズビル、 シャイン、スノーヒル、スペーツブリッジの各軍区である。グリーン軍に最も近い空港はピットグリーンビル空港であり、シャーロット・ダグラス国際空港への定期便を利用できる。ただし、住人の多くは国内外への旅行にローリー・ダーラム国際空港を利用している。軍内を通る幹線道はアメリカ国道264号線とアメリカ国道13号線である。 その他の使用道としては、アメリカ国道258号線、ノースカロライナ州道903号線、ノースカロライナ州道58号線、ノースカロライナ州道102号線、ノースカロライナ州道91号線がある。最も近い週間高速道路は、週間高速道路795号線であり、軍の西方、ゴールズボロを通っている。以下は二千年の国勢調査による、 人口統計データである。クリーン軍の自治体と、軍区クリーン軍の公共教育は、クリーン軍公共教育学区が管轄している。学区内には、高校2校、中学校1校、小学校2校の、計5校がある。高等教育機関は近くにある東カロライナ大学、あるいはゴールズボロ、グリーンビル、キンストンにある各、コミュニティカレッジを利用できる。 私立のマウントカルバリークリスチャンアカデミーも群内にある。ありがとうございます。